なんか連続したこう続けてのお話し会が今日でラストらしくて、こう連続してあるお話し会、次はちょっと間ってなるっぽいんですけど、楽しかったです。やば、土日をお話し会に捧げると夜もテンション高く帰れますね。ありがとうございます。お話し会ありがとうございました。こちらこそ、めっちゃ楽しかったです。ありがとう。内巻き、そう、昨日がちょっと早だったから今日はうちにしたんですけど、ちょっと朝巻いてから直してなくて、スプレーもしてないんですけど、なんとか形状保ってます。ありがとう。じゃあ次はリアルお話し会です。大阪待ってます。リアルお話し会さ、なんかカメコなんかワンショット撮影会があるらしくて、ちょっと私もそれがあるの忘れてたんですけど、なんか今までにない、他の会場にない、なんかあるっぽくて、ファンの方が多分カメラとか持ってくださって、多分撮影してくださる感じになるのかなって思うんですけど、スペイベか、何着ようかな、迷うな。ツーショット撮影会もあるんですけど、何着ようかもめちゃくちゃ迷いますよ。黒い服着たら難しそうだよね、カメコの人が、黒って光飛びするイメージがあるから、ちょっと今から何しようかなって思ってる。今日はワンピースです。ちょっとカーディガン着てるんですけど、カーディガン脱いだらワンピースなんですよ。ちょっとカーディガンすごいボタンが外しにくい。そう、こういう感じのワンピース、ちょっとカーディガンめっちゃ脱ぎにくいんですよこれ。ボタンが、これで脱いだら脱いだでね、またイメージが変わるんですけども、よいしょ、脱ぐのか、脱ぎます。なんか気持ち悪いな、こういう感じの結構クラシックっぽくない、クラシカルというか。こっちでもよかったかなとは思うけど、こっちとカーディガンどっちが良かったかなって思って結局こっちにしちゃったんだけど、そう、とりあえずこっちにしました。リボン自分で結んでるの、そうなんですよ、私リボン独学だから汚いんですよ。なんかいつもね、どっちがなんか一本結びした後、どっちが軸でどっちの束をなんか前の軸にしたらいいのか分かんなくて、いつもこう何回もこう鏡見て、あー汚いまた歪だってなりながら、ほら3回目で、でもなんかちょっと違うんだよねやっぱり。ちゃんとさ調べるっていう話なんだけどさ、なんかもうリボン結びなんてこう誰から教わらずともやれたからさ、自分のやり方でやってるんだけど多分ちょっと違う気がする。そうなんです、結ぶの下手くそ、なんかこう結ぶかとかこっちで結ぶかとか、こっちなのかこっちなのかとかでね、いつもね迷う、適当。24歳にしてリボンの結び方を習うのはちょっと
ちょっとむむむむ。そうなんです、これが正解だと思いましょう、うん、今日はワンピースにしました。いいところのお嬢さん今日はちょっとお嬢様っぽくしました、うん、あきちゃんの生誕祭見返してみた。ああそう、なんか生誕祭が見れるの今日までなんで、よかったら見てみてください。まあちょっともう23時59分までなんですけど、明日にはちょっとね見えなくなっちゃう。そうなんです、ぜひヨロリンコ。今日なんか生誕祭1ヶ月前が生誕祭だったんですけど、お話し会でなんか生誕祭での卒業発表びっくりしたよみたいな人がやっぱいっぱいいて、でもなんかいや分かってたよみたいな人も結構いて、でそういう人たちに「えなんか私匂わせてました」って言ったら、「沖ちゃんのスピーチ始まったらソラハが泣いてた」って言ってて「フライングフライング、それで分かったよ」って言われて「そりゃ分かるわね」と思ってなんかめっちゃ映ってたらしい私の後ろの真後ろに映ってたらしい。でもね、ちょっと今度からソラハには秘密事はもう突然サプライズにしようと思った。フライング涙、ちょっと笑いましたそれに関しては面白かった、でも私そんな匂わせてないんで、皆さんあの分かってたって言わないでくださいね。あのそれ後から後出しです、それ後出しです。私天の弱なんでそういうの嫌いです。後出し、はいはいはい、後出しみっけ、後出しみっけ誰誰だよこの私こういうとこある、後出しないで、はい後出しなし、はいはい見つけた、はいパン、それはいくらでも言います、言うなら当日に言ってください、パン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 、うん、天の弱10月頃分かってた、私10月頃なんか言ってたっけなんかやったっけ天の酒だから卒業していいって言われたら卒業しないね、そうそうそう、卒業していいって言われたら卒業しないけど、天の酒だからその裏の裏を書いて逆に行くかもしれんって、もうねあの皆さんの思い通りにならないタイプなんでごめんねツインテしてのポスター匂わせじゃなかったん、えツインテは普通になんか可愛い公園にしたいなって思って言ってた。でも確かに後々から考えたらなんか私が卒業公演でツインテール高めのツインするって言ってたから多分そう思ったのかなって思ったけど、あの私が昔から言ってるのは私が高めのツインテールで卒業公演の時に一番最後の公演の時に高めのツインテールしますって言ってるんですよ。でもね、なんか昔から応援してくれてるファンの方にね、昨日ね、なんか本当にやる気かよみたいな言われて、え、なんでって言ったら、一番卒業の時は自分が一番綺麗な美女でやるもんじゃないのみたいな、高めのツインでその今まで一回もやったことないのにそれでやって漏れてなかったらどうするって言われて、え、確かに確かにどうしようって思って、確かにそんなんもうリ
どっかでやるしかない一回練習で。しかもね、まだ伸びてないからできないんですよ。そうなんです、正論。いやマジ正論すぎる。自宅でやってみれば。あ、家で一人で、きついな、きついな、それは。グググググ卒業ドレスを高めツイン。マジか、マジか、なかなか厳しいもんが厳しいもんがありますね。そうなんです。リボンでか、リボン大きいかも。にゅにゅにゅ。今日のお話し会はね、結構なんか面白くて、まずリネタンが朝10時ぐらいにすごい顔が茶色になってて、遠くからなんかそれをマイキューが見つけて、え、リネタンやばいみたいな言われて、リネタンの方こうやってパッと向いたんですよ。そしたらリネタンがこうやってスポンジですごいなんか肌を茶色にしてて、でもその周りにいる2期生はなんか何にも反応しないんですよ。なんか本当に何もありませんみたいな感じで自分も化粧してて、でも明らかにリネタンがなんかなかなかのこう日焼け色、日焼けした肌の色に褐色になってて、えー、みたいな、リネタン何やってんだろうって思ったら、あの黒ギャル、黒ギャルっていうか黒ギャルというかもうヤマンバギャルぐらいのあのメイクをしたリネタンがお話し会の会場に入ってきて、もうみたいな、今日ちょっとメールで送ったんですけど、てか SNS にも多分載ってると思うんですけど、見ました？皆さん、めっちゃ、しかもちょっとちゃんとしてるっていうかクオリティが高かったなんだこりゃって思って、え、すごいねって言って、リネタ写真撮ろうって言ったけど、写真のポーズ全部これしかしてくれなかった、この顔隠すやつ。あれさ、事前にやるって言ってなくてさ、突然のあれらしくてさ、そんなもうリネタのファン羨ましいなって思った。そんなスペシャルなサプライズがねえ用意されてるなんて羨ましいんやけど。私もちょっと次のお話し会、リアルお話し会、ヤマンバメイクしてみようかな。でも茶色のファンデーション持ってないんだよね。つけまつげと、あと白色のリップと白色のコンシーラー買わないと。撮影会やらなきゃ。楽しみだな。おきちゃんの黒ギャルには興味ある。ギャルポ、ギャルになったことないからな。でもこう見えて、こう見えてっていうかどう見えてって感じなんですけど、なんか小さい頃は本当に小学生ぐらいの時にすごい、いや、なんかギャルに憧れがあって、っていうのもなんかチャオとかでなんかギャル漫画とかがすごい流行ってたんですよ。なんかギャルの頂点になるみたいな漫画がすごい流行ってて、でなんか DS のソフトにもなんか
ナンバーワンのキャバ嬢になるっていうなんか小学生向けのゲームがあったんですよ。でそれがすごい流行ってて学校内で、だからこう森髪とかギャルメイクとかがやれないけどすごいなんか憧れだったんですよ。そうでお母さんにお願いして、あの小悪魔アゲハっていうあのちょっと夜の蝶たちがよく買うあの雑誌を買ってもらって、でそれを学校に持ってって小学校の時にみんなで「えこれかわいい!」とか言ってました。そう、なんか姫ギャルっていうのがその時流行ってて、なんて言うんだろう、フリフリのなんかあまりいかつい系じゃないフリフリのなんかちょっとロリータっぽい服を着た森髪のギャルが流行ってて、それにすごい憧れてたんですよ。なんか黒ギャルじゃなくて白ギャルなんですけど、姫ギャルになりたかったです。うん、姫ギャルっていうのが小学生の私からしたら憧れのお姉さん憧れのお姉さんで、その姫ギャルたちがよく着るリズリサっていうブランドのもうフリフリのもうこんぐらいでっかいカチューシャみたいなのを買ってもらって、ここら辺につけて遊んでました懐かしいですね。小学校 2,3 年ぐらいの時だったんですけど、今はなってみたいと思う。今ってヒミギャルもあんまいない気がするからな、うん、写真ない。ちょっともう10歳にもなってない、もう本当に8歳9歳ぐらいの出来事だからないですね。でもそういう記憶はある、めちゃくちゃやってたなーっていう。15年前、15年ぐらい前なのかな。でも本当にね、あの全小学生に流行ってたんですよ、姫ギャルというものが。やっぱチャオの影響で懐かしいな、姫ギャルパラダイスっていう超シュールなギャルの漫画チャオの影響力すごい。チャオの影響力ねすごいよね。チャ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 オチャオ。まあちょっとギャルをするかしないかはちょっと置いといて。置いといて、うん、あ、なんか年賀状とかも今日受け取りました、ありがとうございます。なんかもうなんて言ったらいいんだろう、年賀状が本当に来なかったので、人からファンの方からしかもらってないんですけど、皆さん本当にありがとうございます。もう年賀状というものをもらわなくなって、昔は書いてたりしたんですけど、もう今は皆さんからの年賀状が唯一のいただける年賀状になってます。受け取りました、ありがとう。明日ヤンマが買う、そう明日はヤンマが発売日です。関東表紙と関東グラビア担当してるので、ぜひ、もう12人ぐらい STU メンバーが出るのでよろしくお願いします。初ヤンマが表紙なのでよろしくお願いします。多分明日とかには宣伝すると思うけど、電子版もあります。私もなんか中身見てなくて
とどういう感じになるか分かんないんですけど3着ぐらいは来たので、うん、沖縄の爽やかな海とかと一緒に撮ってるのでちょっと楽しみにしててください。またオフショットとかもファンクラブの方とかに載せようかなって思います。うん、水着ではないんですけど、でも沖縄なので夏服で着てます。そうなんです、あったかかったです。明日ぐらいにオフショット載せようかな、なんかもうみんな載せてたからそろそろ載せようかなとは思ってたんだけど、うん、タンクトップ着たっけな、なんか3着ぐらい着てたから、うん、まあ、ちょっと皆さん寒いと思うので夏を感じてください。なんかパイナップルの T シャツを着たのは覚えてるんですけど、なんかそれで私すごいの陽気な人だなって思ったんですよね。沖縄行った時に渡されたパイナップルの T シャツがちょっと忘れられない。ペーナポー、悟空がパイナップルって言ったら多分ペーナポーですよね。クマありがとうございます。なんで悟空で例えたのかはちょっと私自分でもわからないんですけど、多分ペーナポーですよね。お前ペーナポー好きなのか、なんじゃそれ。でもちょっとなんかすっごい映えなところでいっぱい撮ったので、ぜひ楽しみに。12時超えたら皆さんゲットです、即ゲットです。よろしくお願いします。朝一でコンビニ寄ります。そうだね、もう朝とかには出てるよね。広島15日塗ってるかな、私も買わなきゃ。電子と冊子両方よかったら。いや嬉しいな、ヤンマガなんてなかなかね乗れるのってすごいと思うから、うん、嬉しい、楽しみだ、ゲットするの。ね、ももちゃんとあかりさんと一緒に乗ってるので、でもなんか他のメンバーのもちょっと気になってて、なんだろう、寒中グラビアかな、なんか大人メンバーグラビアみたいな感じで書いてたのがすごい気になりますね。誰だったかな、みなみさんとゆきりかと千穂さんとマイキューかな、なんか大人メンバー、なんかどんなの着てるとか知らないんですけど、見たことないから、なんかゆきりかの服めっちゃ見覚えあって、なんかチラッとなんかちっちゃくこう映ってたんですよ表紙に。それがめっちゃ私の持ってる服に似てて、ちょっと答え合わせしたいんですよね、なんか絶対これ私持ってるぞこの服みたいな。ちょっと早く明日答え合わせしようと思って、多分私持ってる気がするよね、違うかな、見た感じすごい見たことある服着てたんだけど。沖ちゃんの私物、
読者の私物私衣装提供してはないけど雪梨花何気にセクシー、雪梨花大人っぽいからね。楽しみね、大人メンバー。こんばんは。今日はクロベンのお弁当を、クロベンっていう広島のなんか広島で売ってるお弁当があるんですけど、それをね夜ご飯で出てきたので食べたんですけど、私とマイキューと千穂さんずっとクロベだと思ってたんですよちょっと見せようかな、持って帰ってきたんですよ。でね、クロベだと思ったらね、クロベンだったらしくて、今日初めて知ったんですよね。美味しいんでしょ。いや美味しいんですよ。これですね。これなんかいろんな種類あって、お肉とか魚とかいっぱいなんか3、4種類ぐらい用意されてるんですけど、私はサワラ、え？あ、これタラだ。これさ、めっちゃ絵に見えません？このサイズなんですよ、文字のサイズが。だからこんぐらいの距離感で置かれてたらどう見ても黒部なんですよ。じゃあ私とかみんなでこうずっとやった、黒部来たって言ってたんですけど、なんか今日マイキューがこれ黒部じゃなくて黒弁らしいみたいな言ってきて、えみたいな。でも私ショールームとかで黒部っていうお弁当があってって言った時、誰も突っ込んでなかったよみたいな言ったら、違うよ黒弁らしいんよって言って、他のメンバーに聞いたら、え黒弁って言ってて、えみたいな。ずっともうここ半年間ぐらいずっと黒弁って言ってた。黒弁うんでした恥ずかしい、今日恥ずかしかったこと、朝それを聞いて恥ずかしかった。でなんか私はいつもタラを食べるんですけど、今日千穂さんに、えタラ美味しいって言われて、えタラが一番美味しいですよみたいな。そしたらマイキューに、えタラ以外食べたことあるって言われて、えないって言ったんですよ。そしたらみなみさんもなんかサバが一番美味しいって言ってるらしくて、この黒弁の。でもサバ以外食べたことないらしくて、千穂さんは鮭が一番美味しいって言ってて、千穂さんも鮭以外食べたことないらしくて、みんなそれ以外食べたことないくせにそれが一番美味しいって言って他のに挑戦しないっていう。でもね本当にね、タラが一番美味しい気がするんですよね。わかんない、タラ以外も食べたことないかわかんないけど、えだからこう大体一種類がなんか5個ぐらい用意されてるんですけど、みんなその喧嘩になることなく自分の好きなものを食べてる、うん、そうなんです。お肉もある、お肉でも魚の方が多いかも。無理弁なんですけどね、お祈りもついてるんですよ。でもこのお祈り使ったこと一回もない。なんか絶対足りてる量なのにお祈りがついてる、いつもお祈りり今日はなんか多分みんな、あなんか結構余ってて、これが多分食べなかった人も何人かいるのか、だからせっかくだからちょっと持って帰ってみようかなって思って、初めてちょっと家で持って帰って食べようかなって思って持って帰ってきたんですよ、黒弁。
でもその時も種類いっぱいあったのにタラにしてしまいました。タラです。これはまあお腹空いたら食べたいと思います、うん、食べたい。なんか広島駅とかに売ってるらしいけど、でもね広島駅にあるお弁当屋さんは結構 STA のなんて言うんだろう、お弁当に使われることが多くて、広島駅にもねなんかビビンバのお店があるんですけど、そのでもめっちゃ意識高そうなビビンバのお店があるんですけど、そこも結構ね出てくるんで、あのもし広島に来た時はあの新幹線とかに、ね、行く前に買ってみてはどうでしょう。ちょっとビビンバの店忘れちゃったんだけど名前よく出てくる。結構メンバー食べてます。最近はこの黒弁が結構ハマってますね、 STU は。じゃあビビンバも好きなんですけど、まあ、あとは武蔵とかかな、うん、美味しいです。あと広島っぽいなって思うのが、なんだろう、ロケとか行った時の弁当はなんかアナゴの弁当とか出てきた時は広島だなって思います。これ他の瀬戸内じゃ出てこないんで、大体見るのはね広島のテレビ局さんだけなんで、なんか地域だなって思います。うん。アナゴ、そう、うなぎじゃなくてアナゴが有名なんです。アナゴ丼おすすめ、宮島のアナゴ丼が美味しい、うん、ちょっとご飯の話ばっかりになっちゃうけど、ちょっとお水飲もう。まあちょっとね、ご飯の話は誰でもね好きですからね。武蔵の弁当って意外と出てこないの。武蔵の弁当、お弁当はいや出てきます。ホームテレビのお仕事の時はだいたい武蔵の弁当が出てくるので好きです。なんか STU の仕事で出る時は意外にあんまなくて、なんか意外に他のとこからのお弁当で出てくる時があります。イモースとか一時なんか武蔵、ずっと武蔵の時あった、うん、そう。でも武蔵は好きです。結びの武蔵、うん、そう。あの今日はちょっともうお弁当いっぱい食べちゃったんで、お腹いっぱいなので、これはちょっと明日食べようかな。うん、今日の髪型かわいい。今日は内巻きでいいっす。内巻きにしました。明日朝から忙しいの。明日は朝は忙しくないんですけど、昼からなのでちょっとゆっくりしようかなって。逆に今日とかお話し会の日が朝早くて、もうね今日も集合、今日ちょっと寝るのが遅くて集合時間の20分前ぐらいに起きて、やばいって思ったって、急いで準備して、もう髪の毛とかも寝癖だらけで行ったんですけど、なんとか走ったら間に合いました。ギリギリでも集合が早すぎるんですよ。集
集合時間が早すぎるんですよ。なんか行ってからの会場、お話し会の会場に着いてからの時間がめっちゃ長いんですよ。だから大体みんなそこでメイクするんですけど、私的には家でメイクしてなんかお話し会の15分前ぐらいに会場に行ってそのまま始めたいけど、まあみんな集合なんでね、それはちょっと無理なので。そう、早い。でも大体みんなメイクしてるから一人だけちょっとボサボサの髪で、あ、おはようございますっていうのがちょっと恥ずかしくて、もういつもここら辺まで帽子かぶって行きます。どうもおはようございますって ここら辺まで、もう帽子ないと、あ、ちょうどここにある私の朝の帽子の深さね。今日はなんか大体あのメイクしてたらこれなんですけど、あ、おはようございますぐらいなんですけど、のこんぐらいも、あ、おはようございます、おはようございます、お疲れ様ですね、ずっとこうこうやっていく。やっぱりね、ちょっと髪の毛がボサボサなんで見えてないですね。床しか見えてないです、うん、こう見てますこの角度。誰やねんってならないの。でもなんかやっぱそういうメンバーはやっぱりいるんですよ、何人か。なので大体もうどのメンバーがどんな帽子っていうのはもうみんな把握してるんで、多分それでもうパッて分かると思います。おきちゃんの他はどなた？やばい、充電が足りてない。ちょっと一回途切れちゃった。ちょっとうるさいかも、もしかしたら充電が途切れちゃってた。ちょっと今充電してるんですけど、もしかしたらジリジリ音が鳴ってるかも。大丈夫ですか？大丈夫かな？うん。大体マイキューとか。まあでも日によるよね、他のメンバーは。大丈夫そう。お、よかった。なんでだろう、そのね、バチバチ言うときと言わないときはなんでなんだろう、常習犯はオキポだけ。いや、もうちょっといるかも。40人ぐらいいるとしたら20人ぐらいはそっち勢で、あとの20人ぐらいが家から綺麗勢かも、完璧勢かも。やっぱ長いから、ちょっとついてからの時間が、みんなついてからメイクする人が多いかも。うん、そうなんですよ、暇なんですよ。1時間ぐらいあるから、ついてからが。もうメイクする時間にしようってなっちゃう。そうなんです。
もだから大体なんだろう、こう今のお仕事してたら、なんだ、家でメイクするっていうことがほとんどないんですよ。家からこう身だしなみを整えて行くっていうのがもう遊び行く時ぐらいしかなくてだからもうね、なんて言うんだろう、普段こう家でメイクして仕事行ったりする人めっちゃすごいなって、偉いなって思う、すごいうん、髪とかもちゃんとして、なんか全部もう現場でやるから、もう家から出るときは服着替えるだけみたいな状態なので、世の女性たちすごいもう憧れてるうん、今日のメイクいつもと違う気がする、うそ、最近ちょっと薄くなりました。でも、化粧道具持ち歩くの大変ね。いや重い、本当に筋トレできる筋トレできるぐらい重いメイクポーチが。薄め、そう今日薄めです。なんかライブじゃない日はあんま濃くなくていいかなって。そうって思って薄めにしてますちょっと恥ずかしいな。結果オーライ。筋トレできるぐらいの重さなんだ。筋トレできます、多分。もしあのこう間違ってこう落としちゃったりとかして人の頭に当たったらもう事件になりますそんぐらい重い。だからちょっと筋肉が最近ついてきた気がする。ムキムキ、なんでだろうな、なんでそんなに重いんだろうなと思ったら、多分スキンケア類とかも入れてるから重いんだろうなって思います。多分一本のボトルが液体入ったボトルとか入ってるから多分多いのかな、うん、ドムホルンリンクルドムホルンリンクルは多分今後使う予定ではあるけども、重い、重いですね。小さいのに入れ替えないと重そう。うん、確かに小柄、みんなパックとかにしてるけど、なんか小さいのに入れてもどうせすぐなくなるからなって思っちゃう。うん、初めての人には売ってくれないんじゃないのって、どういうこと、何の話売ってくれる、小さいボトルとかってこと あ、そういうことか、ドムホルンリンクルの話ね何の話かと思った。ドムホルンリンクルね、いつかその過程で行きたいね、ドムホルンリンクルには。起きちゃ見ながら筋トレたぎる。筋トレしてるんですか、えらい、頑張れえらいな。今月はまあちょっとショールームしようかなって
思ってやってるんですけど、なんかそんなに毎日はしたくなくて、なぜならば話題がなくなるから。こう定期開催が個人的には好きなんですけど、ちょっと今月はちょっと皆さんに、なんて言うんだらいいんだろう、顔をいっぱい見せようかなって思ってメイクしてる日も多いし、やろうかなって思ってやってるんですけど、いや毎日やってるメンバーってすごいよね。やっちゃうし、なんか何話したらいいのかちょっと分かんなくなってきて、本当にドンフォールリンクの話するぐらいなんか話題が本当にもう紆余曲折してる。これは自分でも言うてそんな広がらない話をしてしまった失礼しました。毎日アイドル、毎日アイドルには多分ならないかもしれないけど、まあでもほぼほぼほぼいるアイドル。ってことにしよう。顔見れるだけで嬉しいよ。マジで。じゃあずっとこう無言で、ただ無言の大きいか耐久配信にしようかな。こうやってずっとたまにこうここら辺からこっちから12時間耐久配信。いいね。よくないよよくないよ。あれやりたい。あれ、あの TikTok の流行ってるやつ、無言配信見たことあります？あ、じゃあ BGM とか流したいな。あのこうやってこれやりたい。これ揺れてるよずっと。これ知ってる？ TikTok の無言配信。なんかゲームのキャラ選ぶ選択画面みたいな配信してるやつ。こうやってずっと揺れてこう、たまにこうなんか反応するの。知らない？嘘。あんなに出てくるの？私めっちゃ出てくるよ。もうおすすめにすごい流れてくるよ。そうそうそう。めっちゃ流れてくる。これ知ってる人が少ない。ちょっと見てみて。無言配信って調べてみて。私ちょっと似てる気がするんよ。いつ見てもね、ずっとこれなんですよ。だからすごい、ずっと何時間やってるか分かんないけど、ずっと繰り返してる。私だけこれ。私もこれやりたい。ずっといつにでもだってゲームのキャラポケしたか。そう、すごい、あれすごいよく流れてくるんですよね。
とあれもう私やばい最近ね、なんて言ったらいいんだろう、見てないけどなんか流れてくるから見てしまう配信って結構あって、それが TikTok とかも勝手に流れてくるからあれなんですけど、本当にこう深夜の2時とかもう毎日同じことしてる人がいて、なんかはい辛いもの食べるまで、はい登録者数何言ったら食べます、はい辛いもの食べるまで、ちょっと早くコメントしてみたいな、 なんだろうなんかいいねしないでみたいな、 逆に怒ってる人で、なんかいいね効果を狙ってる人めっちゃ流れてくる、知らないですか、ちょっといいねしないでって言ってんだろみたいな、そしたらなんか多分そのファンがいいねとかするんですよ、やめてって、はいつける辛いもの食べるまで、はい3、2、いいねしないで、はい食べるよ食べるまで、はい3、2、はいとりあえず登録者数が何言ったら食べます、いや本当にね流れてこない、これそれだけめっちゃ流れてくんやけどなんかそれ見て毎日同じことやってると思ってでも確かにやっぱ継続力って大切なんだなと、嘘私が多分ね一回見てしまったらずっと流れてくるのかな、なんかねあのはいハイブランドにリップつけるまで、はい行くよ3、2みたいな、なんか多分さ TikTok ってなんだろう、その時見た人が入りたくなるようなことを言わないといけないから、ずっと同じこと多分何回も繰り返しで言うんだと思うんだけど、本当になんかいつまでずっとそれを言うんだろうと思って、ちょっと逆になんかめっちゃすごいって思って、なんか本当にずっと同じ説明をずっとするんですよ、これはなんか逆に終わり方が気になるって思って一回入ったことがあって、そっから多分ねもうずっと流れてくるんですよね、 なんだろう、うん、ショールームとかさこう自分でタップしないとさアイコンをこう今やってるやつがこう映んないけど、 TikTok はさスライドしたらさ勝手にさもう表示されるからさ、終わり方どうだったの、ね私が見たやつは何にもせずに YouTube に行ったはいってことで次から YouTube でやります来てくださいって言って終わったやらんのかいってなったやらないのかいバンさあ次の日も同じのやってて、見事に術中にハマりましたでそこからねずっとなんかでもねそういう系の人って別に1人2人とかじゃなくて本当にねパターン化されてねめっちゃいるの、なんか二番煎じみたいな人たちも、でも誰がオリジナルか分かんないぐらいねなんかそういうのが流行ってる、だからショールームでも流行らせようよつられたね、めっちゃ見る、ちょっとこれは最近 TikTok をよく見てるんでちょっとね誰かに共感してもらいたいけど、なんて調べたら出てくるのかちょっと分かんないんだよねうん、キチャンネルでショートやらないの、ショートねショート動画撮ったことないな、転売禁止の詩人逮捕しか見てなかった、詩人逮捕系ね、なんか一時ちょっと流行ってましたよね、あの警察じゃないのにあの悪いことしてる人捕まえるやつ、好きじゃないなぁ、ゆうけ、うん、でもなんか私はああいう系ちょっと苦手、見れない、うん、なんかスカッともしない、なんか苦手系な、結構個人的に苦手系の配信スタイルってめっちゃいっぱいある、うん、あるもう迷惑系とかが本当に
大っ嫌い。苦手、なんかあんま面白いと思えないタイプ。炎上商法だからなんか反応もしたくないけど、なんか反応しちゃうじゃないですか、こうリプランとか引用リツイートとかで。だから私はもうスルーを決め込む、もう見なかったことです。インプレッション稼ぎをしゃナイススルー、スルーを身につけたい。でも勝手に流れてくんだよね、もう今のもう仕様って。スルーできない。うん、私やっぱりもう犬とか猫の動画見てるのが一番いいですね。うん、犬とか猫を見て癒されるのがやっぱり一番いい。癒し系だね、うん、癒し系。最近はもう犬猫以外にも鳥とかハムスターの動画もちょっといっぱい見るようになってきた。うん、動物癒されるね、動物癒されます。うん、全てそういう優しい世界でいい。ちょっとグラグラしてるかも。ちょっとスマホさんとか。ちょっと待ってくださいね。失礼。ちょっといろいろタップしてました。よし。よし。大丈夫です。ありがとう。こんばんは。オキポ配信が一番ですわ。嘘。そんな特に何かをやってるわけではないけども。でもまあそう言ってもらえたら嬉しいよね。ありがとうございます。うん、てれてれ。癒し系、癒し系ではないと思うけど、そうなのかね。あんまり心癒せること言ってないけど、何系、何系だろう。何系だろう。何系狙っていこう。たまに切れるオキポも好きよ。たまにあの切れてる時が一番言葉もある。本当になんか直したい。切れる時だけなんだろう、物事を形容する言葉がいっぱい出てくる。普段だとそんなにもうなんて言ったらいいんだろうみたいなことが多いのに。きちゃん見てると気分上がるよ。嬉しい。もうファブリーズみたいな存在であります私。うん、
ツッコミ系だと思ってる。ツッコミ系、自分ツッコミタイプなのかな、あんまり。でもでもそうなのかな。ファンの方には突っ込まれることの方が多いけど、ボケてるつもりもないけど、最近キレたことある。あ、もう今日とかももうキレました。ムカーって、お話し会で。でもなんかもうファンの方が、私のファンの方本当にもう甘々なんですよ。だから血が切れてもなんか、うんそうだねみたいな、そうだねそうだねみたいな、いいよ切れてもみたいな、なんかめっちゃ甘い。甘すぎてびっくりするの、なんか大丈夫かなって、逆に大丈夫かなってなる。そうだね、うん全然切れていいよ、うんうんみたいな。そうそうそう、菩薩。ファンに切れたわけじゃないのね。いや、ファンに切れた。そしたら切れた本人が、あの切れられた本人が、うん切れていいよ、うんいいよいいよ嬉しいよみたいな。なんか聞いてない私が、なあムカつくって言っても、なんかうん切れていいよ、うんうんいいよいいよみたいな。聞いてない。もう切れる気なくす。うんうんみたいな。展開えぐい。いやほんとよ、もうスピード展開よ。自分でも何が起こったのかわからないシチュエーションでした。もうもはやなんか、なんかもうな、切れる気もなくした。なんか何を、私は一体何に怒ってたんだっけ。私なんか今この1分前まで何を怒ってたんだっけと思って、あのなくなった、シュンって。次の人に引きずらないのかな。いやなんかなくなるの、シュンって。うん、そうなんですよ。切れるとどんな感じになるの。もう怒ったらもうね、めっちゃ大きい声出した、うるさいもうって。もううるさいってなる。あの噴火型タイプ。今日は噴火して、まあうるさいって言ったら、うんうん切れていいよって言われた。うん切れていいよって、うんうんみたいな。でもそれでなんか甘やかされて、あの何に怒ってたのかも忘れた。まあでもこんぐらいのレベルだったら多分心の底からの怒りではないよね。あの不満が言えるぐらいの関係ってことなのかな、こんぐらいだったら。うん、もうなんか多分本当に
なんかオタクの中学生女子みたいな発言で、なんか自分でもちょっと嫌なんだけど、あのなんか本当に怒ったらもうなんか笑えてくるちょっとなんかちょっとわかる、こうオタク中学生女子みたいな、めっちゃ偏見の、なんか切れたら笑うよみたいな、なんか感じで言いたくないけど、なんか逆に本当になんか怒りがマックスになったらもうなんか怒る顔をしたくなくなるちょっとなんかこう言ったらすごいなんか生きったちょっと恥ずかしいんやけど、中二病、そう中二病ですねこりゃ はい面白みたいな、でももうそんなんじゃない、もう同調する、もうそうだねみたいな、うんうんみたいな、わかるわかるって、そういう時なんか自分怒ってるんやなって思う、なんかあまりあれだけどそんなこと本当にないけど、なんかうん怒る時は多分そうなんかも、なんかちょっと生きったちょっとオタクのあれみたいで、オタク女子みたいな切れるよみたいな感じで、ちょっと恥ずかしくてちょっと言えない、ちょっと嫌だね、恥ずかしいねこれ、まあオタクなんですけど、うん、マイケルに笑うくらい怒ったことない、ない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 、本当に怒ることがなくて、なんかもう確かにこうファンの方とかほぼなんか説教とかされないんだけど、ちょっとなんかアドバイスもらった時にアドバイスされすぎたらもううるさいみたいな、うるさい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 とかは言ってしまう時あるけど、なんかでもそれも怒ってはない、なんかちょっとお母さんやめてみたいな感じのテンション、お母さんうるさいみたいなテンションで言ってるから、あのそんな気にしないでいい、うん本当にあんまいないだからそれ言われても私がうるさいって言ってもあのお母さんがついてる言葉の前に、うん、だから怒ってはない、うん、そう。でもなんかもうあまりにもこうなんだろう、あ今ひどいこと言われてるなって思った時はもうなんか笑うしかできない、うんそっかみたいな、そうだよねみたいなみたいな、なんか対処法身につけた怒るとかじゃない、嵐が過ぎるのを待つ、ひどいこと言う人おるんやね、いや本当にいないんだけどね、本当にいないよマジで、もうこのルームにいる人に本当にいない、うんってぐらいもうなんかこのまあほぼ6年なんですけど、5年半6年ぐらい本当に多分平和なあの握手会とお話し会を過ごしてきた、そうなんだ、だから結構恵まれ、ファンに
恵まれたなって思う、めっちゃだから本当にね、自分が怒った日にはちょっとなんかもう逆になんか申し訳なくなる、ああ私こんないい人たちに怒っちゃったなみたいな。そうなの、後からたまにちょっと反省してます。甘やかされすぎるとダメだね、ちょっと。甘やかされすぎるのはダメだね。とにかくごめんねって、怒った人がいたらごめんね、ちょっとうるさいとか言ったらごめんごめん、後からちょっと反省してる申し訳ない、ちょっと私のために言ってくれたのに本当にすまん。甘やかしたいが多い。いや甘やかされてますね本当に。そうなんです。今日もねめっちゃ楽しいお話し会でしたよ。福ちゃんがこんなにファンに甘やかされて外に出たら生きていけないと言ってました確かにもう褒められてばっかだからな。優しいよ。そうなんです。よかったね、ありがとう君たちのおかげだよそうなんです。推しは褒めて伸ばす、やんありがとう嬉しい DM も大丈夫。私 DM 来ない設定にしてるっていうか、だからそんななんか来たことないですね。 DM 見れない、送れない設定になってるのかな。なんか多分 X とかファンレターとかもなんか結構検閲とかがあるんで、なんだろう、ちょっとでもなんかバカみたいな書いてあったらなんかもう届かなくなっちゃってるんで、なんか割と平和な意見しか見てないかも、巧妙な縦読みはおらんいないね。DM に変なこと書かれるメンバー結構いるらしい。ああね、なんかね言うよね、なんかその1対1でしか見えないところで書く人みたいな、うん、なんか私はそんな思ったことないから、どういう感じで送るんだろうって思ってしまうけどな。うん、卒業したらインスタ始めたりする。インスタね、向いてない感がすごいんだけどな。握手会でわざわざ言いに来る人いなかった。いやもうねほぼいないんよ。なんかもうこの6年間ぐらいはあったのかもしれないけど、もう覚えてないぐらいにはね、幸せな記憶しかないんよね。うん、わざわざなんか悪口を言いに来るみたいな人がいないね、うん、結構本当に素晴らしい環境にさせてもらっててありがたい、うん、ありがとう。人によっては握手会が一番嫌だったって人もいた。うーん、そうなる
そう感じてしまう握手会ってどういう握手会だったんだろうね。なんか関係値がうまく気づけなかったりしたのか、それかなんかお互い伝わらなかったのかな、うん、確かに。なんか初めの方の時とかはいろんな人が来てくれるの、自分のことを知らない人たちがで知ろうとしてくれて、で価値観の合わない人とかはやっぱり他のところに行ってしまうから、そうね、価値観の合わないままずっと一緒にいるとそうなってしまうのかな、わかんないけど、うん、でももしなんか STU のメンバーがそういう思いしてたらもう本当になんかもう間入って守りに行きたいな、剥がししに行こうかな、やめてください今のちょっと傷つきませんかってこう行こうかな、はい今のそのモチベの低下の報告、今のそれをメンバーが傷つくんじゃないですか、これでシュッと行こうかなお話し会の間にいようかな、警備隊置きぽ、うん、いやみんなが本当に幸せにね活動できますように、もうただそれだけだ、メンバーがメンバーとファンの皆さんが円滑に円満に、いけますようにお祈りしとこ、うん、ショールーム考えさせられて画面のこっち側で腕組んじゃう、こうやって討論しますファンとアンチがいるとして、アンチは自分のことを嫌いな人でファンは自分のことを好きな人やけど、ファンチっていうのがいるっていうのを最近なんか知って、ファンチって何って調べたらファンだけどアンチになることをファンチっていうらしくて、なんかそんな絶対令和にできた言葉だと思うんですよ、私知らなかったもん、ファンチとか聞いたことあります皆さん、ファンチ、ファンタっぽい、ファンタじゃないんです、ファンチ、えなんかねそういうもう単語ができてた、うん、アンチ兼任ファンチ、結局どっち分からん、どっちなんだろうどっちなんだろう、いつからこの単語ができたのか、気持ちはわかるかも、まあ確かに好きだとなんかここ好きだけどさ、なんか何でも肯定しちゃいけない場面とかってあるじゃないですか、その推しメンので、そういうのがなんかこうちょっと膨らんでってそっちになったのかな、うーんみたいな、ちょっと分かんないけど、ちょっとそれはまとも、確かにあれ分からんでもない、確かに、
可愛さ余って憎さ100倍ねえ、可愛さ余って憎さ100倍。ワンチ辞典に載ってた2021年11月30日2021年にはもうできてたんや。へえ。最近だそうなんだ。ファンチアンファンとかじゃないんだ。ファンタ飲みたくなってきた。関係ないけど、関係ないけどファンタが飲みたくなってきた。私はグレープが好きです、メロンより。でもマックとかそういうなんて言うんだろうあのハンバーガー系を食べるときは絶対メロンです。オレンジは昔飲んでたんですけど最近見なくて少数、あんまり飲む機会なくなりました。でも普段自販機とかで買うのはグレープです。グレープだよね。え、グレープ、なんかさ、たまにさ混ぜ混ぜしたさ、なんか謎のファンタ売ってる時ないですか。なんか味は秘密みたいな、何味だみたいなやつありません。あれもなんか一回買ってます。一回一回出たら何味だみたいな、もう何なのかも分からない、候補聞いても分かんないみたいな味、うん、ファンタグレープの色って紫キャベツらしいね。え、そうなのそうなの？なんか久しぶりにファンタ買ったら、あのペットボトルの形がスリムになっててびっくりした。こうあの今までこう もっちりとしたボテッとしたこうイメージだったけど、結構こうスンッとちょっとあの細めの黒ウーロン茶みたいな、サントリーのああいう系の形になってた。持ちやすいファンタになってた、うん、ファンタ好きですね。炭酸得意じゃないんであまり飲むことはないんですけど、どうしても炭酸飲みたくなった時はやっぱファンタかばします。プレミアムなのかな、普通に自販機とかそれだけどね、細いけどね。ちょっとスーパーとかコンビニは知らないや。あ、炭酸飲みたくなってきた。今日は水で我慢してたのに。ピーチってなかったっけ。ピーチあった。マック行ったら絶対炭酸だったけど、もう、まあ、マックに限らずのハンバーガー買うときは絶対ファンタだったんだけど、なんだろう、ある日を境にハンバーガーにはアイスティーっていう自分ルールができてしまって、もうそっからずっとアイスティー頼んでる。アイスティーはない。おっと、戦うか戦うか、拳でストレート。いや、
ストレートの時もあるし、ミルクとかレモンの時もある。なんかやっぱりあのミルクティーとかレモンティーが好きなんですよ、もともとね。本当にこう、あ、喉乾いたなってなって買うってなったら、そのレモンティーかミルクティーの二択なことが多くて、でハンバーガーって結構油っぽいっていうかジャンクフードじゃないですか。だからミルクだとちょっとあれかなみたいな、重いかなみたいな、でもレモンだとちょっと酸っぱさが勝つかなみたいな、よしじゃあアイスティーにしようみたいな時があって、こうアイスティーだったらちょっとお茶に、お茶っていうかやっぱお茶のあのキュンキューみたいな感じがあるんでアイスティーですね。私はあのここ1年ぐらいずっとアイスティーで頼んでます。いい感じです。シロップは、シロップは入れてます、1個入れてます。チャレンジしてみようかな。まあまあちょっと会う人がいればだけど、私はそっち派。ウーロン茶の方が罪悪感減りそうやけども、いやもうねマック食べてる時はね罪悪感というものがあの転がり落ちてるから食べた後は罪悪感を襲ってくるけど、食べてる時に罪悪感は襲ってこないので、もう幸福物質が頭の中も流れてるんで好きに食べてます。ビーフシチューパイめっちゃ美味しかったんやけどさ、なんか今さ新しいの出てるの知ってます？なんだっけ、バターパイみたいな、なんだったかな、なんか新しいパイが出ててちょっと買いに行こうか迷う。バタースコッチパイかな、絶対美味しい。おきちゃん紅茶の茶葉はこだわりある？いや特にないです。でもセイロンティーで作るミルクティーが好きです、どっちかって言ったら。バイダブルチーズバーガーは罪悪感ちょっとある。え、食べたことないかも。私ダブルチーズバーガーよく食べるんですよ、結構基本っていうか、もう小学生ぐらいから自分の中のこう基本はダブルチーズバーガーなんですけど、バイダブルチーズバーガーってダブルがさらにダブルってことですよね、ダブルダブルチーズバーガーってことですよね。ってことはハンバーグが4枚入ってるってことなんですかね。ハンバーグ4枚にチーズが、え、めっちゃすごいんじゃない？だって結構ダブルチーズバーガーでも結構なボリューム感あるのに、サイド頼んだら倍ってすごいんじゃない、なかなか。そりゃちょっと罪悪感生まれるかも。月にどれくらいマック行く？いやー行くときは行くんだけどな、グラコロの季節とかチキンバーガーの季節めっちゃ行くから、やっぱ秋冬にかけては行くね。グラコロってもう終わったのかな、ちょっと今は行ってないかも。ゴジラのやつ気になったけど、でも新作をチェックするぐらいには大好き。マック大好き。アメリカンシリーズ、
アメリカンシリーズあんまり食べたことない。食べたけど何食べたかな。ロッテリア、ロッテリアも行きますよ。ロッテリアはあのオニオンですねフライドオニオンが好きですね。モス、モスはなんか実はあのあんまり近くにな会ったことがなくて、岡山の時も広島の時も実はそんなに食べたことがないけど、食べたいランキング結構上位。あんまりモスに、モスがなんか近くにあった状況の時がなくて、うん、そうなんです。マックが多いですね。シェイクシャック、シェイクシャックはみちさんの影響で食べましたね。美味しかったですみちさんがあんなに好きじゃなかったら多分あの食べに行かなかったかもしれないけど、食べてめっちゃ美味しかった 広島ないんだよね、シェイクシャックは。ハンバーガーの話で盛り上がっております。ちょっとずれるけど、コメダのハンバーガー食べたことあります？皆さん、コメダコーヒーにもハンバーガーって言ってるんですけど、マジでもう人の顔ぐらいあるから食べてほしい。もうやばいぐらい大きいんです。こんぐらい大きい。もう公園の記念写真撮影とかで顔出ししたくない人、コメダのハンバーガー持ってけば顔隠れるぐらい超ボリューミーです すごいな。だから一人で行ったら結構大変。声大きい、声大きいよね。逆詐欺。私はどっちかって言ったらサンドイッチの方が好きなんですけど。コメダすごい公演中の食事と飲酒 OK にしてほしい。あ、映画みたいな感じ。でも映画はさ、静かにさ見るからさ飲食ありなんだと思うけどさ、公演ってさもうコールするからさ喉詰まらしちゃうよ 食べながら見てたら でもちょっと面白そうやけど、ペンライトこっち持ってこうハンバーガー持ってたら、飲食とあの禁止となっておりますので ご指定の席にてご着席ください。ちゃんとあの事前アナウンスされてるから、本日の公演はって 飲食は禁止となっております。はーいって言ってるから、皆さんはーいって。影穴、リネタの自己紹介に合わせてガチでハムハムする リネタ推しの人はきびだんご持っていけばいいんじゃない？で、飲食可能のライブだったらハムハムでね、食べたらいいんじゃない？ で、なっちゃんのあのファンの人はかけ鍋、かき鍋とふぐ鍋を両手に持ってやるんでしょ。かき鍋、ふぐ鍋って、私はって言ったら「渡辺」って言えばいいんじゃない。意外に食べ物多いよ自己紹介。あ、でも他にはもういないか。いるいる、かき鍋ふぐ鍋いる。
鍋あるよ鍋。あ、うどんだ。あかりさんはうどんで決まりね。これうどんすすりながらいいんじゃない。増えてきたよ食べ物。でもそんぐらいかな、うん、あとももちゃんピーチのようにフレッシュにで桃をかじるファンがやばい。もう飲食店、飲食店並みにファミレス並みに品物豊富なライブになってしまう。確かにココアさん、パセリ、パセリのファン大変やね。パセリをあの房ごと思って、で食わず嫌いはいけませんってやったらもしゃもしゃあの房の状態で持ってこなきゃいけない、大変やね。いや面白いねそう考えたら船の売店思い出した。あ、船の売店ね。いや船 STU 法廷とこの売店は結構美味しいもの多かったよ、並んでたよ懐かしいな。なんか本番前に 買って食べるのがハマってた。アイス美味しかったね。アイス美味しかったし、私はなんかいなり寿司みたいなのが好きだったんよね。懐かしい。500円の水保存してる、マジで。それ多分いつかあの倍で価値上がるよ。倍するね いつかの価値上がるよ、プレミアムつくよ。懐かしいな。うん、お腹空いてきた。ご飯食べたのにお腹空いてきた。そして目の前には黒弁があるこれはでも明日にするんだ、さすがに。なんで私ここに持ってきてしまったんだろう。ちょっと目の前にご飯があるとお腹が空くので隠します。よいしょ、誘惑が。ちょっと今日はもう食べちゃったので、後で歯磨きしますご飯の話したらダメだね。お祈りでも食べれば、海苔だけ、海苔だけ。一時さ、なんか実家にいる時めっちゃ海苔にハマってる時期あって、多分いい海苔だったのかな、わかんないけど、あのこういう箱に入った海苔、あれを本当に深夜に台所に行ってつまみ食いをするのにハマってた時期があって、海苔の消費を一人で助けてましたね。ああいう海苔美味しいんですよね、こういう一枚の海苔、うん、味付け海苔ハマってましたね、うん、バレないようにそっと海苔泥棒しに行ってました。バレないんですけど、やっぱりこう久しぶりに食卓で開けた時とかに少なくないってなっちゃうんですよね。海苔美味しいよね。え、海苔美味しいずっと海苔食べてた。そうなんです。海苔泥棒してました。恥ずかしい、お恥ずかしながら。
味付け海苔。やばいやばい、もう海苔、海苔の話してたら本当にお腹すくから、やめようやめよう、なんか食欲がなくなりそうなこと考えよう。何があるだろう、食欲がなくなりそうなこと。やばい、もうなんか海洋生物のこと考えようかなって思ったらさ、今こう脳内に思い浮かべたらさ、なんかもう泳いでる魚でもちょっと美味しそうに見えてきてしまって、やばいやばい、もっとなんかもっとなんか考えよう。やばいやばい、あんな鮮度高い魚でもダメダメ。水族館やばい、確かに今もう行ったらもう美味しそうって思ってしまう。ちょっと他のこと考えよう。ゾンビについて考える。ゾンビね、今日舞ちゃんがずっとなんか見てたな、ゾンビ。確かになんかちょっとだけチラッて見たけど、マイキューが見てるゾンビの映画なんか結構気持ち悪かったね。もっとこうなんだろう、私が想像してるゾンビはこう血とかこう乾いてるゾンビかなって思ったけど、なんかマイちゃんが見てるやつはもうなんか鮮度すごい、もう鮮血のなんか今出しましたみたいな血流してるゾンビ出てきて、ちょっと確かに今あれ思い出したら食欲結構なくなってきたかも。いや、なんていうやつかはちょっとチラッと見ただけなんで、でもちょっとアジアっぽいやつ見てましたね、うん、ちょっとなんか収まってきたかも。普通に食欲なくなってきた、うん、よし大丈夫そう。セーフ、よしよしって言って、うん、あともうちょっとしたら終わろうかな。ちょっと今日もなかなか長い時間やってしまった、すいませんね皆さん。日曜日の夜でも明日月曜日なのに、お仕事前に申し訳ない。頑張ってね、お仕事。日付変わる前にお布団入って寝てください。昨日も2時間してたような。確かになんかちゃんとメイクしてちゃんとこうしてたらこう、うん、ハキハキ喋れる。福フェス楽しみです。あーね、福フェス当たったって人多くて嬉しい。あ、日付変わった瞬間ヤンマが、あ、そうよ皆さん、ちょっと もう一回リマインド、ヤンマが15日、あともうちょっと、あと1時間したら発売です。よろしくお願いします。見てから寝ます。あ、じゃあ起きとかないといけないのか。大変だ。でも私も見てないからちょっと早く見たいな、楽しみ。皆さんぜひいっぱい感想つぶやいてください。ヤンマがってつけて、多分編集の方が喜ぶと思います。すごい SDU のことなんか好きでいてくれてるっぽいので、うん、喜ぶと思います。
私も見ます。CA 参観ある。え、今日アテンションプリーズ。最近になっておきちゃんのショールームの楽しさが分かりました。おお、ようこそようこそ、ウェルカムトゥオキポショールーム。クロートの世界なんでクロートなんですか。素人でも楽しめるでしょなんでクロート専用なんですか全然初心者に優しい配信でしょマニア向けって言わないで。全然ね、私の配信こそね、あの初心者に向けた子だって聞いてるだけでいい、あのね、コメントしなくても楽しめるを心がけてますからコメントしたいけどちょっと怖いな、聞くだけのやつないかなみたいな、これやん、ここにあるよここにあるよ。で、あのこれで聞いて3年ぐらいあのここでロムって、よしじゃちょっとコメントしてみるかってなった時に、あのちょっとビジュアルルームでコメントしてみたら修行の場みたいな場になってる、うん、コメントしたらなお楽しい。いっぱいコメントしてください。オキポの配信見すぎてたらガチ恋してしまうので注意。あ、多分それは少数派知らないルーム入っていきなりコメントできるのすごい。いや私も絶対コメントできないタイプ。結構その人がもし動画とか投稿してたらそれ見ないと、多分コメントいきなりは難しいな。まあ私猫の動画ぐらいにしかコメントしてないんだけど、コメントにトラウマそうそうやっぱりね、あのよく見てコメントしてもやっぱり良くなかったコメントってあるからちょっとあのいろいろありましたから、私いろいろありましたから、だからもうコメントはしないって決めたんだ自分はね自分はね、反省してる。どんまい、ありがとう詳しく。いやちょっとでもいっぱい話しすぎてね、なんかもうネタにしてるやんって思われても嫌なんよ。ちょっといろいろあったんです。ちょっとあのちょっとあのいつかまた5年後ぐらいに言います。うん、よしよ、じゃあともうちょっとしたら、はい、誕生日見ます。今10時50分か、23時になったら終わりたいと思います。11時に終わります。おきちゃん TVer 見た、アイドル失格見た。あ、まだ見てない、見る見る。にゃんみか、そう、また 見たいと思います。楽しみうん、
最近笑顔が素敵です。笑顔なんか実は自分なんか公演のライブの時になんかここは笑おうって決めてるポイントがあって、船から降りた僕たちはっていう楽曲があるんですけど、あ、エガちゃん、あ、笑顔は笑顔のチャンスも笑います、笑顔ですからねそれとはまた別に船から降りた僕たちはっていうやつがあって、なんか振りでね、感想にチャララレチャチャってなんか踊る振りがあるんですけど、チャララレチャチャってこうやってする振りがあるんですよ、チャララララみたいな。でその時にあのうんってやってます、うん、ここのうんここで、そこあの毎回やってるんでよかったら探してみてください。私の笑顔ポイントです実は口角上げてます。あ、見たことあります？おお。伝わらないあのポイントです自分のよかった、よかったら見てみてください。チリリチチチ、あ、違う、チチ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 チ、あのミッケみたいな感じで探してみてください。ソーラハ、ソーラハのとこ、ね、ソラハのソラあって、ももちゃんのソラあって、全員で踊るところからかな、そこら辺からちょっとやってます。隠れ笑顔です。ちょっと花だれ公園次いつあるか分かんないけど、ちょっとねそういう時に注目してみてもらえたら嬉しいです。あの自分的にはね、いろいろ注目してほしいなと思ってるポイントがあるので今度また話します。おひさん、お話し会の時敬語とタメ語どちらで話すことが多いの？なんかどっちも混ざってる感じです。そうなんだと、そうなんですねが同じ時間に発生します。なんであんまりなんか混ぜ混ぜって感じですため敬語です、うん、ため語がいい。いや、ため口ちょっと難しいんだよな。なんか標準語になるのちょっと気持ち悪くて喋れない、ため口すぎるとあ、そうなんだ、まあ、まだいけるんだけど、ちょっとなんだろう、なんか違和感が生まれてしまって、違和感が生まれるとこだけ敬語にしてるかも、その自分の中で。標準語でこれ喋ったらちょっとなんか自分の中でちょっと変だなみたいな、ドラマのセリフみたいだなみたいなところらへんとかが、はい、敬語でやった方が楽方言出さないの、あの方言をなんかわざわざ出そうとするのもなんかちょっと変な感じするんですよ。でそこまで方言してないしなみたいな、はい、なんかちょっとそういろいろあっていろいろあっていろいろあってそういうところに行き着きました、うん、なんかたまにさ
SNS とかさ文字で書くやつも全部方言の人ってさ逆に大変なんじゃないかなって思うよね。私岡山県なんですけど、なんか邪県とかさ、なんだろう、もうか文字で書くぐらいだったらだからって打つなんか長いみけんさ、なんかたまにすごい方言の人とかさ SNS のリプランとかにいるんだけど、これ大変じゃないのかなって、逆にそっちの方が楽なのかな、うん、うちの家族とか LINE だったらみんな敬語やけどね、おじいちゃんおばあちゃんとかおはようございますみたいな、あれもなんなんやろね、おじいちゃんおばあちゃんってなんでメールとか LINE 敬語なん、あるあるですかね、お母さんとか敬語じゃない家族のあれなんなんだろう。話し言葉とちょっと違う定型文なのかな。あ、そろそろ壇上読もう。あ、ちょっとこの方言標準語問題もまあいろいろ話題はありますじゃあ壇上読みたいと思います。13位ホフマンさん、12位ホクさん、11位白熊さん、12位虫男さん、あ、10位虫男さん、9位バオバブさん、8位ジェリーさん、7位テリーピーさん、6位とりあえずルービーさん、5位50代独身さん、4位がアチャさんでした。実際会話で皆さんありがとうございました。そして3位抹茶2号さん、2位紅茶さん、1位がポタポさんでした。再会中で皆さんありがとうございました。ハート、はい、ということで、なんかちょっと長く配信しちゃってごめんなさいね、皆さんの時間を、日曜日の貴重な夜をすごい見てくださってありがとうございました配信はほどほどに、いやそうなんよね、なんかそうなんよね、自分もそう思ってしまうんだけど、なんかちょっとね、お話し会あった後だし、アドレナリンがアドレナリンが若干出ちゃいました。すいませんね、お付き合いいただきまして。皆さんも明日からお休みだと思うんですけど、お仕事頑張ってください。大阪楽しい、そう、実際になんか会えるのが、あの16日のフェス、アイドル、ジャパンアイドルフェスティバルサポーテッドバイ招き猫というフェスと、大阪の、うん、リアルお話会、なんか会えるのが今のとこ1月が意外に少なくて、なのでそれもあってちょっと配信できたらなみたいな感じなんですけど、そうなんです、待ってます。生誕祭アーカイブ見ながら聞いてました。あ、そうなんです、アーカイブもぜひ、あの生誕祭、私の生誕祭のアーカイブが今日の夜まで14日までなので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ということで、そろそろ終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。ヤンマガも15日明日発売です、よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみ。